さんの梅ごまブラザーズ第3弾でございます。 YouTube で人気の梅ごまブラザーズの梅ちゃんとごまちゃん、今回は平面バージョンで作らせていただきました。こちら壁面飾りにもなりますし、このまま自立もするのでぜひ飾ってみてください。折り方は今までで一番簡単なので、よかったら皆さんチャレンジしてみてくださいね。では今回も始めます。まず目を作ります。5ミリ小の丸シール4枚黒く塗りつぶしておきます。ホワイトマーカーなどあればこのように目にこのように丸い点々を入れて光沢を入れておきます。こういう感じです。梅ちゃんを参考に最初作りたいと思います。こちら下の方、下体半分のこの水色、こちらをまず三角に半分に軽く折っておきます。はい、こちらから下5ミリほどで折ります。はい、切ります。ここに貼り合わせます。貼り合わせましたら、こちらとこちらの角と角を合わせるように軽く折ります。軽くで OK です。でこちらだいたいこの角から 3.5 センチから4センチで、こちらは2センチちょっと、このライン上で折ります。で開きます。でもう一度こちらをしっかり裏側へ折ります。で裏向けます。そしたらここの青い部分、水色と石の境目からここの角でこのように一回折り上げます。こういう風になります。でこちらも同じように折って、こういう感じになります。はい、もう一度裏返しまして、今度は下からこのように折るんですけど、折った時にここが少し隙間が空くように、今ちょっと1センチほどですけど、もうちょっと狭くても OK です。5ミリぐらい隙間を空けて折ります。上の角はだいたい1.5 から2センチの間で折ってください。したらこんな感じになります。次、こちらちっちゃいのこれね、これを対角線上に折ります。ゆっくりで OK です。四つ角を真ん中に合わせて折ります。そうしましたら三角に半分に折ります。で角、この角を少し斜めにこのように指を使ってちょっとだけ折ります。こういう風になります。ここ真ん中あたり、このあたりにこういう感じで重なるように、この蛍光の水色、
100円ショップに売っているシールを貼ります。次はこれ、折った部分をのり付けしてこのように貼ります。こういう感じでちょっとこの青い部分が見えるように貼ります。目のシールを貼ります。はい、こちらも100円ショップに売っている蛍光の青ですけど、これでこのように模様を描いたりしてください。梅ちゃん出来上がりです。ごまちゃんもこちら貼るところもほぼ同じです。こちら半分に折って同じように今度は7ミリほどでここを折ります。でハサミで切ります。でここを貼ります。半分に軽く折ります。こちら下からだいたい 5、6センチ、上からここ2センチちょっとでこのライン上で一回折ります。で広げてまたここ折ります。はい、裏返して折り返すところはもう同じです。こちらもまた折った時にここが1センチほど開くようにして折ります。上は同じように2センチから 2.5 センチで折ります。白いこの8ミリ小の丸シールにこの5ミリの極小の丸シールを貼ります。こちらも貼ります。はい、ここへちょっと先に貼っておきます。こちらパステルカラーペーパー 2.5 センチに切ったこの折り紙を梅ちゃんのくちばしと同じように折っていきます。ここ、のり付けしてここへ貼ります。はい、ごまちゃんも出来上がりです。このように自立するのでよかったらこのように飾ってみてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。